すのこすのこは木材や蓄材を一定の間隔で角材の上に直角に打ち付けたもの。外見が似ているが、資材や荷物を移動、運搬する際に使用される木製の台はパレットといい、すのことは別のものである。三重県の一部地方では佐内田、さない愛知県などではザライだ、滋賀県ではミザラとも呼ばれている。滑りを防止するために風呂場の床に敷いたり、 湿気による収納物のカビの発生を予防するために押し入れの床部に敷いて使われている。湿気予防においては空気の流通が行われるようになることがまず大きい。次に木は水気を吸い取りそれを発散させるので、スノコは湿気の多いところで重宝される。敷布団の下に敷くためのスノコや従来のマットレスをスノコと布団に置き換えたスノコベッドも登場している。 スノコの材質は主にヒノキが使用される。ヒノキは水気に強く、材質強度に粘りがあるため割れにくいと言われている。もっとも、通気性、吸湿性の面では他の木材でも同様の効果が得られるので、放出面から見れば必ずしも高価なヒノキ材にこだわる必要はない。ノートパソコンやゲーム機の冷却を目的としたアルミニウム製のスノコも存在する。 これらの機器の底面の足は、下半性、安定性のために極めて短く、底面の空気流動性は大きくはない。通常の機種ではそのままで、支障はない。しかし、高性能な機種等で冷却が追いつかない場合には、熱くなった筐体の底面を流通する空気と触れさせて放熱を少しでも促すためか、底面にある吸気口の抵抗軽減のためのいずれか、または、 両方のためにスノコを使用するユーザーがいる。しかし、実際の効果はそれほど大きなものではないと、検証されている。スノコ、または、スノコ式と呼ばれ、神殿作りのひさしの外側をめぐるぬれ縁で、降乱がつく。通路としての役割のほか、ひさしとの境のミスや基調を挟んでの応接の場として、あるいは南庭で、儀式や行事が行われる際には、物見の席としても使われた。 舞台上部に設ける舞台幕や釣り物を設置するためのスノコ張りの装置をスノコまたはブドウ棚というプロセニアムからスノコまでの空間を総称してフライズといい鈍調や照明器具を設置するありがとうございます